はい、こんにちは、ジャマです。今回は幸運の王様、やっていこうと思います。ということで、行ってみましょう。さあ、来い。バブル取りましょう。甲府かな、甲府取っておきましょう。カニ、犬、金魚か。まあ、金魚取って、バブル、あわよくば、OK。これで大量にコイン、序盤にしてはね、入りましたね。これはどうすっかな、微妙だな。ちょっとスキップしてみるか。欲しいのがなかった。で、25払って、5スピン後に50ですね。アイテムカプセル取りましょう。さらに、墓荒らしを取って、壺を割れるようにしておく。フーリガンがいなくてもね、お、ロックピック。これはいいね。これで壺も宝箱も、まあ、運が良ければ割れるよという形になった。バフカプセル一応取りましょう。スカスカだから、あ、でもいいね。いい位置で割れた。チェリー、サル、マトリョシカ。マトリョシカ育てるよりサル取っとくかな、ちょっと。で、50払って、6スピン後に100ですね。ゴーレムクラブエッセンスカプセル。ちょっとこれゴーレムにしてみるか。ゴーレムのね、中身がちょっと、っていうか鉱石の中身が割った後どうなるかっていうのはちょっとまだ不安なんだけど、まあでも一応ね、せっかく甲府を取ったので生かしていくスタイルでいきたいかな。あ、牛か。牛はね、一応、初期から猫はいるからミルクをね、飲んでもらう作戦もなくはないかなということですね。ゴーレムに備えて甲府二人目を用意しておきましょう。おっと、一気に開く。一気、全部開いた。全部開いたのはいいけど、パールだらけだな。そうなんだよね。ちょっとパールだらけだと不安なんだよね。あ、全部じゃなかったか。一個残ったけど、まあ、100払うのは OK。6スピン後に150ですね。虚空のクリーチャーと言いたいところだが、巨大な鉱石取ろうか。一応ラッキーセブン集めておく。まあ、金魚ね、ちょっと回収してもよかったかもしんない、今のは。ココナッツ取りましょうか。オッケー。あー、一発で食ったけど、ちょっとココナッツの中身が出てこなかった。ごめん、ダイスいるかなー。石鹸取りましょうか。バブルはね、金魚がつつく可能性があるから、金の卵か。速金性があるのはでもロックボックスだよな。あ、でも4コイン安定もでかいか。金の卵一応取りましょう。ほい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 。で、バブルをもう1個取る。これはもう金魚にちょっと消化してほしいなという感じですが、ネズミバナナの皮石鹸、まあ石鹸でも取るか。さあさあさあ。さあさあさあ、いいぞいいぞいいぞ。すごいいい感じに。33、46。150で410ある。かなりいい感じだね。7スピン後225すでに払えるもん。快適な枕、エッセンス。アイテムのスーパーレアが手に入る。快適な枕、エッセンス。これ使うチャンスだぞ、しかも。225すでにあるからね。快適な枕、エッセンス取ってみよう。これはちょっと迷うけど、ちょ、一回引き直してみてもいいか。またゴーレムやる？ただね、考古学者とかいないと、ゴーレムから出たやつの処理ができないんだよな。巨大な壺のが無難かもしれん。いや、あえてゴーレム。あえてゴーレム。あえてってなんだよって話だけどね。さらに、考古学者狙ってビッグシンボルボムとか割ってみようか。まあ、ココナッツは猿が食う。ここちょっとスキップ。これもスキップだな。猿一匹増やしてみる。そんなもんか。ほい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 。桃電球ミルク。まあ、これはスキップですね。キャンディチェリードワフ。こちらもちょっと取らない。オッケー。金魚がかなり活躍した。金魚増やす、今増やしてもどうかって気はするけど、まだバブルあるのか。まあ、でも1個でしょ。割れちゃうと思うから、増やさなくていいかな。スキップですね。
ほい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 。電球ガチョウ鍵、これもスキップ。バブルは勝手に割れた。これもスキップですね。で、枕の効果使いましょう。オッケー、使う。さあ、ココアココナッツを取る。あ、四つ葉のクローバーはそんなに当たりじゃない。まあでも四つ葉のクローバー取るけど。四つ葉のクローバーか。ちょっと、今ののために2ターンスキップの機会逃したのっていう、ことを思うと、いまいちなんだけど、まあ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 、しょうがないかな。巨大な壺取りましょう。雨雲あるから雨もね、いいんだけどね。ただパールだらけ。これね、ちょっとダイバー欲しいね。ダイバーか、学者が欲しいところだが、さあ、ちょっとどうだ。なかなか引けないか。なかなか引けそうにないね。いや、マジダイバー来てくれないと辛そう。ダイバー来ないかな。せめて幸運のカプセル引いて、引き直しをしたいというところはある。一時的にね、貯金溜まってるけど、この後の金策がね、盤面ごちゃごちゃしちゃっててまずそうなんだよね。うわー、トランプでもないもんな。宝石がちょっと増えちゃって増えちゃってどうしようって感じ。フルーツバスケットも果物あるわけじゃないしな。まあでもあれか、バナナとココナッツが増える可能性を考えると一応フルーツバスケットが優先か。あー、でちょっとどうしよう、これ引き直してみる。農家じゃないんだよな。農家じゃないんだよな。ただバナナ、ココナッツ、牛と触れ合う可能性を考えると一応取るか。ダークユーマー取ろう。ね、猿が活躍する可能性を考えたら、ダークユーマーは取ってもいいかなというとこですね。ほい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 。これもちょっとスキップ。さてさてさて、ゴスピンゴ375、一応もう払えるっちゃ払えるけど、その次がまずいね。いや、マジちょっとダイバー欲しい。ダイバー、ダイバーがいればパールを処理できるんだけど、そうじゃないと厳しそうだよね。交付増やしてもしょうがないんだよね。さあ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 、花と牛を撫でる。フクロウ、カメ、猫、これもスキップ。チェリーを撫でる。まあ一応トミーの取るか。ほい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 。375は払える。ただ8スピン後の450がちょっと怖いね。トランプ名人か。ココナッツのがマシ。メビウスの帯ですね。メビウスの帯は取るけど、まあただちょっとダイバー来ないときつい、マジで。エッセンスカプセルはなんか自殺行為な気がするけど、あえていく、あえていこう。まあとりあえず盤面に現れない可能性もあるからね、次の支払いまでに。この状態だったらウサゲか、ウサゲか。ウサゲはちょっとな、取ってもあんまりって感じだよな。ちょっとスキップしよう。いやマジね、パールをなんか処理したい、早く。コクのクリーチャーは取るか。メビウスの帯があるから、一応取りましょうという感じですね。まあ、ここはスキップして、そうだね。これさ、まあ、もうぶっちゃけパール増えすぎて、今更1個2個消したところで大差ないから、だったらダイバー待つ方がいいよなとは思うんだけど、コインは消そうか。コインは消そう。これぐらいしかできることないかな。さあ、エッセンスカプセル割れた。3スピン後450。一応雨は取ってみるか。まあまあまあ、雨雲があるから雨は取ってもっていう感じだよね。ダイヤがナチュラルに来る。まあだったら5コイン出すんだったら1つあってもいいかなという感じですね。まあそれでも、1スピン450はなんとかしのいだか、
しのいだけど、この後は死ぬな。ほい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 。いや、マジでちょっとダイバーか学者が欲しい。頼む。おっと、矢筒とメビウスの帯。人類学か。人類学でもね、発動できないんだよね、これ。メビウスですね。メビウス取る。で、ボイパー。お、ボイパーでかい。あ、貴婦人もでかいぞ、これ。あれ、ケルムイとか。ちょっと忍者はやってないし、快適な枕をするほどコインに余裕がないから、ケルナイト取る方がマシですね。で、貴婦人がいればパールもなんとかごまかせる可能性はある。あ、ケルナイトで小石がでかい。あ、これしのげるかも。もしかしたら。いや、でもちょっと厳しい気がする。やっぱりダイバーがいないときついか。ナチュラルにスイカ来るね。まあ、スイカ取りますか。そう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 。ちょっと貴婦人の位置が悪いね。パールを撫でてくれるならまだ可能性はあったんだが、6スピンも600だとちょっときついか。あ、オッケー。今のタイムカプセル偉い。ココナッツを猿にめっちゃ食わせた。これはスキップ。お、お、お、いいね。貴婦人それなりに活躍。で、ココナッツも処理。まあ、そこそこの金策にはなったか。さあ、そして割って。サファイア。これはスキップですね。さあ、光る小石も光らせる。ケルナイトのおかげで光る小石はそれなりにもうコインを出してるんだよね。お、ダイバー狙いで幸運のカプセル取る。さあ、割れる。次ちょっと引き直してガチャをするしかないね。月か。っていうか、1スピン後に600だと終わったな。これは、仮にここでダイバーが来たとて、しかもジョーカーだし。ジョーカーじゃ意味ないな。これスキップしましょう。というか、力尽きましたね。いや、これはダメだね。何を消しても生存できないだろうから、このまま回しましょう。あー、貴婦人が一応、いっぱい活躍してくれた。真ん中のが良かったけどね。はい、ということで、今回はここまでですね。そうか、まあ、ちょっとね、メビウスの帯とボイドパーティーがあるから、この状態で、国のクリーチャーとかがね、もうちょっと来てくれたら面白いことができていた、のかなという気もしたんだけど、なかなかそうはなってくれなかったですね。そうだね、この3つ手に入れられたんだから、ちょっと国のなんとかがもうちょっと来てくれたら面白い動きできたのかなとは思うんだけどね。はい、ということで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。